今23歳最後の日なんですけど、29日になったら24歳になるので、その瞬間ショールームしてみたいと思います。なんか知らなかったんですよ、そのひまたぎ配信みたいのができるようになったって。申請したらできるみたいなんですけど、そういえば誰か言ってたなと思って申請してみたらできたっぽいので、多分できます。もし12時ピッタでなんか切れたらごめん。そうなんです、24歳になります。やばいよね、なんか24歳か。あの明日の夜にもショールーム配信しようと思ってるから、なんか今日のこのひもたぎ配信はどうやって過ごしたらいいか分からなくて、まあ、普通でいいのかな。でも12時以降に配信するのは初めてだから、ちょっとなんかそれだけでも不思議な感じですね。24歳だから年女ってことだよね。12、12で牛年です。すごい誕生日モードになってるよ、配信のこのなんか裏、うん、じゃあちょっと残り20分なので23歳の思い出みたいな話していこうかなと思います。23歳だから2020年の9月からか。9月、あでも私去年の誕生日は舞台の場当たりで迎えたんですよ。ルフランで豚ブーちゃん豚のぬいぐるみ役みたいな役で、それの本番の前日が誕生日だったので、もうその誕生日も舞台の場当たりでたくさんのキャストさんにお祝いしてもらったし、24歳の始まりはあのなんていうんだ、舞台の本番期間だったので毎日のようにでもやっぱ小田と私だしハロウィンだしいつものスタッフさんだしみたいな感じなので、みんなねまさかそんなガチな重大発表だったとは思ってなかったっぽくて、私たちもコスプレしてたしさ、なんかね真面目な感じじゃなかったし、で重大発表なんだと思いますかみたいな感じで言っても誰も期待してない感じだったんだけど、まさかのそんな重大ガチな重大発表で、はい。でもなんだろう、 AKB にずっといていろんな経験させてもらってるけど、もうなんかやりたいことも見えてきたし、そろそろステップアップじゃないけどなんか前に進みたいなと思っていたタイミングだったので、それで事務所の移籍が決まって、で本当にたくさんの方におめでとうって言ってもらったことがすごい嬉しくて、改めて頑張ろうって思えた11月でしたね。まあ、でもびっくりだよね、まさかだっただろうね。私もそうだから皆さんは特にそうだと思います。今ねカメラホルダー見ながらその時の写真なんですけどこれ本当に重大発表するような見た目してないもんね、2人とも。ほっぺたにシールとか超貼ってたし、懐かしい。これは2人でハロウィンだったので2人でコスプレみたいのしようってなって、配信の直前だったと思うんですけど、直前に買いに行って小田が着たいって言ってた服があったので、それを色違いで買いました。大笑いしながら歌歌ってた。ハロウィンナイトだっけ、ハロウィンナイト大笑い、なんか2人でいると大笑いしちゃってなんかダメなんですよね。そんなその発表の日でしたね。あと献血ガールに
就任させてもらって、今までいろんなメンバーが地元の県の献血ガールやってる姿を見てて、でそのイベントにも一緒に出させてもらってたので、いいなって思ってて、自分の地元の県のなんかなんて言うんだろう、しかも社会に貢献できるようなお仕事だし、ファンの皆さんも地元に呼べるようなイベントがあったりだとか、すごいいいなって思ってたので、お話もらった時は絶対やりたいって思って、その就任式みたいのがあって、その時撮った写真が今でも献血ルームの外の上りみたいな感じになってたりするので、ぜひ群馬県に行った方は見てくれたら嬉しいです。早くね、なんか献血のイベントとかできたらいいけど。そんな感じの11月ですかね。12月は朗読劇があった。朗読劇、グーとパーでチョキを出す、あるある懐かしい。冬って感じだ、衣装もなんかいろいろ映っちゃうんだよね、画面見せると恥ずかしくて。懐かしい、台本が汚い台本汚い、稽古の時からこの台本だったので。え、これ私結構楽しかったというか面白かったなって、本がすごい面白かったなって思ってて、朗読劇もこんながっつりなのは初めてだったし、小田と2人で外部の舞台に出るっていうのも初めてだったし、すごい楽しかったけれど、稽古がね1週間ぐらいしかなかったんだけど、毎日朝10時から夜10時までみたいなのが続いて、本当に疲れすぎて、しかもずっとほとんどずっと出てる役で、ずっとね喋ってたり、最後の方は本当早いペースでなんか掛け合いみたいな感じだったので、すごいねヘトヘトになってたんだけど、その稽古期間は特に毎日じゃないけど2日に1回ぐらいはスタ丼食べてましたニンニクがっつりのスタ丼食べて頑張ってましたね。美味しいんだよね。え、本当に面白かったこの舞台、なんか朗読劇じゃなくて普通の舞台でまたやりたいって勝手に思ってます。あとお話し会とかがあって、あっ、相撲で、あのシェフの服装してますね。12月22日、七瀬と二人で相撲で出て、私がポンムチキンっていう、なんだろうプロデュースメニューみたいなのを出させてもらって、それの解禁日みたいな感じで、そう、相撲のアンバサダーになった時も、なんだろう、やりたいことみたいな感じで、せっかく料理が好きだし、キッチンも大きい素敵なのがあるし、すごい料理が美味しいなって思ったので、そこでシェフみたいなことやりたいって言ったらすぐに実現させてもらって、すいません、リップ塗りながらで、でそのメニューが出るまでとか出た後も実際にキッチン入ってちょっとお手伝いさせてもらったり、皆さんに配膳とかさせてもらったり、そう、まあ、俗に言うバイトみたいな感じなんですけど、やらせてもらったりして、すごい貴重な経験だし、握手会とかお話し会とは違った形でみんなと話できるのが楽しかった。結構思い出ですね。もうその後はコロナで結構ねいろいろ厳しくなっちゃったりしたから、キッチン入ったりとかみんなとお話はなかなかできなかったり、あの有観客で相撲に行く機会もね減っちゃったりしてるんだけど、楽しかった。あとクリスマスもだ、クリスマスイブも相撲で過ごしてる、みんなでサンタさん来て行ってますね。楽しかった。1月は舞台を中止になって、
48タイムズの撮影があって、それが自分で言うのもあれだけどめっちゃ漏れたんですよ。見てくれましたか？2月号とか3月号だったんじゃないかな。小田と2人で出させてもらってインタビューとかして、でその写真がさ、なんか自分で言うの本当あれだけど本当に漏れたんですよお気に入り今でも。ちょっと見づらいよね、反射して恥ずかしい。見てくれてたら嬉しいけど漏れたんですよね。2月はね、あ、献血とかやってる。あ、真面目にが始動し始めたんだね。とかあと映画も見に行ってるわ3月から真面目にが始まって稽古が、でなんか今まで自分がファンだった時代もマジスカ学園とかはすごい見てたし、で AKB になってからもメンバーがマジムリ学園とかマジスカ学園に出てる姿見てたんだけど、まさか自分がそのシリーズに出れる日が来るとは思ってなかったので本当に嬉しかったし、頑張ろうって思えたし、すごいスタッフさんに囲まれてのお仕事だったので毎日幸せでしたね。難しかったし辛かったけど、なんかその日々が結構今でも残ってます、記憶に。3月、あ、でも真面目ね。なんかさ、役柄とビジュアルが結構癖強かったからさ、どうしても笑われがちなんだけど、思い出話とかすると羅刹くさくさみたいな感じで笑われがちだけど、私的にはすごいなんか頑張ったし、なんか普段の自分とはかけ離れてる役を頑張ったつもりだから、なんか自分的にはねいい思い出なんだけど、すごい笑われちゃうのは悔しいけど、まあしょうがない、私だから自分ね、私だからそうなっちゃうんだろうな、悔しいな。でもすごい楽しかったし、なんだろう、いろいろ勉強になったしっていう感じですね。でもなんかやっぱその笑われちゃうのがすごい恥ずかしいし悔しいから、今でも結構マジムリの話は避けちゃうところがある。メンバー同士ね、ファンの皆さんは優しくそうよかったよとか言ってくれるけどちょっと笑われるのはきつい、頑張ったからなっていう本心も言っちゃったけど内緒にしてください。あとあかりの卒業があって、で卒業公演もあったし、その銀河劇場で卒業セレモニーみたいなのもあって、その時に本当にたくさんのメンバーが大号泣みたいな感じで、一生の間に何人と出会えるのだろう歌いながら、もう誰も歌えなくなっちゃうぐらいになんか泣き崩れちゃうみたいな感じで、うん、その時は8の、7周年と被ってたりとかしてたり、やっぱ毎日舞台でみんな、なんだろう、切羽詰まってたりとかあって、それもあって寂しさが込み上げてあれだったな。でも本当に年も近いし仲良くて、で頼れるお姉さんだったメンバーの卒業がすごい寂しくて辛かったな。でも今でも連絡取ってて、この前も私がコロナになっちゃった時大丈夫って連絡してくれたりとか、あと成功到底聞いてくれたみたいで、すごい好きっていい曲って言ってくれて優しいなって思いました。嬉しいよね、そう卒業しても8のこと気にかけてくれてるっていうのが、本当大好き。その後朗読劇やってるわ。そう、この朗読劇が
まあ、それこそその真面目に乗らせてと180度違ったから、たくさんの人に見に来てほしかったんだけど、見に来てくれた皆さんはすごい良かったって言ってくれて、本当にザ・ヒロインって感じだったので、ファンの皆さんも喜んでくれるかなって思ってたので、喜んでくれて嬉しかった。ちょっと30、30、40分ぐらいの短いのではあったんだけど、本当にね素敵な役をいただいて朗読してた。なんか本当に史上最高にね好評だった気がするんだよね、ファンの皆さんから。それが嬉しかった。やばい、あと5分だ。じゃあもうそれが4月ってことにして、5月、あ、茨城ツアー行ってるわ。茨城ツアーだって、これとかだって1年ぶりぐらいのツアーだったんですよね。1年ぶりのツアーで延期になっちゃったから、ツアー久しぶりにみんなで回って、しかもスタッフさんとも本当に久しぶりに会って、その6年間ぐらい一緒にツアーを回ってきたツアースタッフさんとも久しぶりに会って、メンバーともステージ立ってファンの皆さんが目の前にいてっていうのが本当にね久しぶりで超楽しかったんですよ。茨城、思い出、写真超いっぱいあるもん。日立駅での写真とかあるし、赤いドレスで始まったりとか、本当楽しかったし嬉しかった。だけど あとちょっとでこのツアーも終わっちゃうのかっていう気持ちも込み上げて、最後の曲はもうなんか涙止まらなかったですね。寂しいと達成感とみたいないろんな気持ちが混ざっちゃって、あとツアーファイナルも5月にある。もうこれはリハの時からエモすぎて、もうでもファンの皆さんも同じ気持ちだと思うけど、もうとにかくエモかった。だってあんなに赤ちゃんだった私たちがこんな横浜の大きな会場で47都道府県目を迎えられたっていうのがすごい感動的すぎて、でメンバーとかチームメイトの立ち位置とかは変わりつつも、やっぱエイトっていう存在とか自分にとってのチームメイトの居場所っていうのは変わらないから、すごい改めてエイト大好きだなって思えた瞬間でしたね。6月 TDC、 これはね、あのね舞台の直後だったからね本当に大変だったEKB 衣装可愛かったのと、私のが髪が短いね、ちょっと短いでも結構お気に入りです、この髪の長さ。やばいやばい、あと2分だよ。あとね撮影とかにも行ったりして、これはまだ話せないんだけど早く話したいよっていう感じ。あ、7月もうねびっくりするくらい好評でした、スモアでの浴衣。自分で言うのもなんだけどめっちゃ似合ってたと思う、この金魚浴衣。お花だと思ってこの浴衣でって言ったら金魚だったんですけど、金魚と思ったら着てみたらなんかすごい自分で言うのもあれだけど似合ってて、しかも本当にね、あの人生で一番可愛いって言われたと思う、皆さんに。嬉しかった、やっぱ嬉しいよね褒められるっていうのは。っていう感じで、あとは7月あの事務所の写真が新しくなった、新しい自分を見たかのようですごい嬉しかったです。撮影とかももっと頑張りたいなって思いました。そんな8月17ライブも頑張ったって感じで、やばいやばいやばい。そんな23歳でまとめると、まあいろんなことできたし、コロナとかにもなっちゃったけど、それも含めてたくさんの皆さんの優しさとか支えを感じた1年でしたね。やばいやばいやばい、ほんと適当みたいに言っちゃってるけど、後でゆっくり言うね。あとちょっと、あと何秒、あっちの時ずれてんだよな、あとね20秒ぐらいかな。でもまあ楽
誕生日になる瞬間ってどうやって過ごすのが正解？わかんないけど、リップのとことりあえず。顔もそんな漏れてない。あ、5秒前ぐらい。4、3、2、1。イエーイ。あー、LINE が鳴った。24歳。イエーイ。皆さんスクショしてください。なんかハッピーニューイヤーの気持ちだよ。あーすごい。やったー、誕生日になりました。ツイートしていいですか？待って待って、タワーがいっぱい。いやいや、追いつけないよ。待って、追いつけない、追いつけない、追いつけない、あかん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 。待って、読める範囲で一回読むね。ごめんなさい。りょう、幕張の群マニアさん、ありがとう。幼いクリーニング群マニア、ありがとう。群マニア、え、待って待って待って、47の素敵なロマン飛行、がっちり群マニアがってん、ありがとう。ムートン群マニア、ありがとう。カズミン群マニア、誕生日おめでとう、ありがとう。待って待って、リンクル、リンクルさん、ありがとう。リンクルさん、待って待って、やばいってやばい、やばいってやばいって、ジャンさん、ジャンさん、やばいねこれはね。スティーブ、スティーブ、ありがとう。三角おむすび、群マニア、ありがとう。待って待って、タートシー群マニア、ありがとう。待って待って、本当に読めないよ。ドホアオイ、ありがとうございます。待って、全然私はね読めてないと思うし、なんなら間違えて読んでると思う。シーちゃん、シーちゃん、ありがとうございます。やばい、ごめんなさい、全然読めてないと思うし間違えてると思いますけれども、あとでもう追いつけないな、前には遡れなそうだ。やばいやばい、本当に。ちょっと待って、聞いてください皆さん、あの皆さんギフト本当にありがとうございます。でも今全然読めてなくて、読みたいんですけど、もうこう遡っても追いつけないぐらい読めなくて、だから間違えてると思うし読めてない人もいると思うんですけど、ごめんなさい、ありがとう。後で自己申告して。あ、待って、すごいね、まあ、全然読めないんだけど、なんてなんてなんて読むのこの漢字も、なんとか、え、すごい流れるのが早すぎて、え、待って待って、本当に待って、僕群マニア、え、読めない、漢字がむずい、僕中の僕みたいに見えたけど、ありがとうございます。ツイートしていいですか、誕生日になったよっていう。文章もまだね迷ってたんだったよね。ね、まあいいかこれで。写真もまだ迷ってたんだよね。これでいいかな。みんな今ショールーム見てくれてると思うけどさ、ツイートさ拡散、いいねとかさしてもらっていいですか。ツイートするのでいいねとかリツイートとかしてもらっちゃっていいですか。うわ、写真もね迷ったまま決めちゃった。まあいっか、じゃあツイートしますね。
ツイート。ツイートした。した。あ、確かにテロップ変えよう。その間に。じゃあ皆さん、私テロップ変えとくので、ぜひツイッターとかで、あのなんかボタンとかコメントください。早い。嘘でしょ。今ツイートしたのにもう50リツイート。すごい嬉しい。なんで？誕生日ってすげえ。テロップ変えなきゃ。誕生日ナウとかでいいのかな。誕生日になった。イエイ。芝生の緑がよく似合う。私もね、絶対自分はね、葉っぱが似合うと思ってて。ねえ、すごい嬉しい。コメントも全部見たい。でも後でゆっくり見ます。すごい、もう100リツイートとかになる。怖い怖い怖い。すごい。すごい、もう100超えた。誕生日ってすげえ。いつもこうなったらすごくない？でも誕生日ってすごい。すごい。なんで？嬉しい。すごい、猿が。バズってるバズってる。バズってんのか、これは。ねえ、すごい、みんなメッセージありがとうございます。そしてショールーム見てくれてる皆さんもありがとうございます。嬉しい。ね、毎日誕生日ならいいのに。ってか誕生日だよね、ちゃんと。そうだよね。あ、配信もできてる。すごい、できてる。24歳になりました。あ、確かに。乾杯しましょう。皆さん乾杯しましょう。なった瞬間なので、私はチューリップ。いいですか。じゃあ、はい、24歳になりました。推しメンの誕生日に乾杯。イエーイ。自分で推しメンとか言っちゃって。麦茶、イエーイ、乾杯。24歳になっちゃった。なんか正直24歳まで AKB にいるとは思ってなかったし、チームメイトに入ったのが16歳だったんだけど、まあ21歳22歳ぐらいにはもう、なんだろう、 AKB じゃないのかなとは思ってたんですよ、その時は。けどもう気づいたら24歳だし、全然まだまだアイドル頑張りたいしっていう感じで、あの時の自分に言ってあげたいですね。でも本当にね、まさかです。本当に24歳でも早めに卒業とっていうか、早めに辞めちゃってるっていう言い方もあれだけど、早めにAKB を卒業してっていう風に勝手に考えてたので、そうなっちゃうんじゃないかなって自分は。だからびっくりです、24歳を迎えられて。でも AKB って17、18、19、20、21、23、4、8回目、8回目ぐらいの誕生日ってことですよね、 AKB に入って。でもちゃんと
年々その誕生日をお祝いしてくれる人も増えてる気がするし、っていうのは年々応援してくれててる方が増えてってるっていう風に実感していて、スタートがすごいゆっくりだったっていうのもあるし、今でも全然まだまだだし、ゆっくりだし、本当に全然まだまだなんですけど、でもそれでも過去の自分と比べたらちゃんと人としてもアイドルとしてもちょっとずつではあるけど成長できてってるんじゃないかなと思ってるので、すごい嬉しいです。ツイッター見てみよう。わっすごっ、誕生日すごっ、ねえ嬉しい。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。いい、すごいね、この瞬間をショールームできてるって嬉しいな。インスタは？ああ確かにインスタもやんなきゃね。それがインスタは明日にしようかな。私がに誕生日迎える寸前にやったことってリップ塗ったことですよね。だよね。あ、そっか。しかも今日はネモハモルーマーの新曲の発売日ですね。AKB のめでたい1年半分半ぶりくらいの AKB のニューシングルですよ。カップリングにはチームメイトの新曲もあって、そうチームメイトの新曲もいただいてたけど、それも久しぶりだし、歌唱メンバーってどん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 限られてくるようになっちゃって、で私はなかなかそのメンバーに入ることができなかったりして、その度にね、なんかすごい落ち込むとかじゃないんだけど、落ち込むっていうかまたかっていう、なんか自分のなんていうの、情けなさを本当に毎回毎回感じてて、なんで入らないんだろうじゃなくて、なんでこんなに自分ってダメなんだろうって毎回毎回思ってて、でチームメイトもどんどん変わってって、もう8年目だから、もし次エイトの曲が入るなら絶対に歌唱メンバーに入らないとダメだし、入れなかったらもう自分はダメなんじゃないかって思ってたら、まさかの全員でもちろん嬉しいけど、なんかいろいろ気になっちゃったりはしちゃったけどね。でも嬉しかった全員っていうのは、だってエイトの曲なのにねっていう、私の何意見としてはすごい嬉しかったなっていうあれがあります。成功到底聞いてください。私がどこ歌ってるかとかも分かったかな、分かってるっていう方も結構いて、でも私的にもめっちゃ聞こえるんですよ自分の声が。そうすごい聞こえるから、みんなも気づいてくれてたら嬉しいです。
のでシングル、あ、CD ゲットしてもらってフルで聴いて2番もどこ歌ってるか当ててみてください。確かにお話し会で答え合わせ、そうしましょう。そう、お話し会もすごいたくさん皆さんゲットしてくれて、それもすごい嬉しかったです。なんだろう、今までお話し会の完売の数とか数字とか気にしたくないっていう自分のあれがあって、でも結局見られる成果みたいなのって数字なんだよなっていう、すごいそれがもどかしくて嫌だけど、でもちょっと頑張ってみようって思ったら、皆さんすごい一緒に盛り上げてくれて、そのおかげでたくさん完売の数字が出ていて、それも嬉しかったです。ね、そういう戦いっていうか、なんだろう、数字が出ちゃうことから逃げる癖があるので、平和が平和主義なのかわかんないけど、なんかね逃げちゃう癖があるので、それもなくす努力しなきゃいけないんでしょうね。24歳の目標はなんだろう、まだちゃんと決めてない、決めてない。何ですかね、ちょっと決めます、決めたら言います。いっぱいあるんだけどね、目標っていうかやりたいこととかは。12時15分か。どうしよう、タワーの読み上げもうさ、遡っても出てこないんだよな。確かに壇上の方は、まあ、ランキングの読み上げでですかね。何時までできるん？もうちょっとで終わりにしようかな。みんなも明日ありますよね、お仕事とか。よし、なんか一曲誕生日っぽい曲、誕生日じゃなくてもいいんですけど、なんかありがとうソングみたいな歌おうかなって思ってるけど、今夜はオールでいいよ。睡眠が一番大事だと思ってる。睡眠が一番大事だよ。明日も夜に配信しようかなって思ってて、その時は何曲か歌ったりとか、改めてなんか振り返ったりとかしたいなって思ってるんだけど、なんだろう、誕生日単語あ、タワー、マイマツ、四つ葉、マリアちゃん、ハビバ、あー、ありがとうございます。たくさん今まで読んできた名前な気がする、 YouTube とかで、ありがとう。タワーじゃなくてもたくさんのギフトが、ありがとうございます。
イヤホンもあるよ、ここに。ツイッターのとこどんだけ見んだよって感じだよね。だってさ、気になるじゃん。嬉しいね、嬉しい、ありがとうございます。皆さん、エゴサしちゃうね、ニヤニヤ。嬉しい、恥ずかしい画像も出てくる。あ、200超えた。はあ、すごっ。15分で？すごいんだけど。もっといい写真あったかな。このさ、夜だけどカラオケ配信とかしていいのかな。待って待って、ほらもう曲も決めてないからね。なんかあるかな、なんかありがとうソングみたいな。なんだろう、そう、ありがとうって思ったけど入ってないんですよね、このカラオケに。入ってないと思うよ、この前、この前っていうか。12時22分。入ってないんですよね。そうなんです、入ってません。じゃあちょっと選ぶね、選ぶ時間をください。すみません、あ、いいね。あ、これにしましょう。いいですね。よいしょ。リップ塗って。よいしょ。ちょうど昨日とかもスタッフさんとかとこの曲いいよねっていう話をしてたんですよ。いい曲。じゃあいい曲ってことで終わりにしようかな。もうそろそろ、ずっと歌ってる時もコメント欄がこのパチパチであれかな、ちゃん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 ってことだよね。みんなで
嬉しい、ありがとうございます。あーもう半だよね、お風呂入るのめんどくさいね。え嬉しい、ツイッター、うん嬉しい、みんなおめでとうって言ってくれてる、嬉しい、ありがとうございます。そして一緒にショールームで誕生日迎えてくれたみんなもありがとうございます。嬉しい、初めてだからなんかどんな風にやったらいいんだろうって思ったけど、どんな風とか特になかったね。じゃあランキング読みたいと思います。24歳だから24位からとかにしようかな。ではじゃあ、でもさ48位からとかにするね。皆さんギフトとかたくさんありがとうございます。48位、オクトナイン合ってるかな、オクトナインさんありがとうございます。47位、トマトケチャップオムライスありがとうございます、美味しそう、今日オムライス食べたかったんだよね。46位、パピさんありがとうございます。今46歳って言おうとしちゃった。45位、ハリーベルありがとう。44位、タイラグンマニアありがとう。43位、イナジーユーナの活躍を応援します、服部ありがとうございます。42位、ライニー、イントネーション合ってるかな、ありがとうございます。41位、イソッチありがとう。40位、台湾夜嵐、23歳、清水も可愛い、髪型好き、誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。39位、ヒロ群馬ニア、ヒロさんありがとうございます。38位、コウキ群馬ニアありがとう。37位、ダイありがとう。36位、ナナタありがとうございます。35位、ジャスミンありがとう。34位、エビ様ありがとうございます。33位、シゲありがとうございます。32位、フットハッピーバーありがとう。31位、チャーハッピーバーサザエさんとなる、え本当に言ってる、サザエさんって24歳なの、マジかびっくり、嘘、サザエさんって子供いるよね、マジかびっくりびっくり、びっくり、そうなんだびっくり、衝撃、ちょっとありがとうございます。30位、なりぞーありがとう。29位、チャーティー合ってるかな、ケイティ、いや違うかな、わかんない、今度読み方教えてください。あと群馬ニアありがとうございます。28位、太郎ありがとうございます。27位、コバ群馬ニア、これからも変わらずマリア推し、ありがとう、嬉しい、これからもお願いします。26位、ハセッチ群馬ニア、ハセッチありがとう。25位、ジンガヤ群馬ニアありがとう。25位、ありがとうございます。そして24歳、24位はタッチゴール群馬ニア、タッチゴールさんおめでとうございます、じゃないありがとうございます。23位、リンゴリンガーリンゲスト、ありがとうございます。22位、あさっき読めなかったやつだ、うーん僕今日かな、あと群馬ニアありがとうございます。あここら辺からじゃあ皆さんタバーってことですよね、そうだよね、さっきからよなんかねなかなか把握できてなくて本当にごめんなさい、ありがとうございます、とにかくありがとう。続いて21位か、21位、ねっちゃんありがとうございます。20位、8月のプチュちゃん群馬ニア
ありがとう、ありがとうございます。19位リンクル群マニア、ありがとう。18位ムートン群マニア、ありがとう。17位タートシ群マニア、まだまだ若いよ、おめでとう、ありがとう。まだまだ若い、そうなんだ、そう世間的にはまだまだ若いんだ、ありがとう。16位、ワイマツ四つ葉マリアちゃんハピバ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。15位土地太郎、ありがとうございます、イエーイ。14位スティーブお誕生日おめでとう、この1年ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう。13位しーちゃん、しーちゃんありがとうございます。12位同胞葵、ありがとうございます。12位ありがとうございます。11位じゃんじゃない間違えた、ケンケン群マニア、実は友達とマリアの誕生日を電話でお祝い中、あ電話なのですか、楽しそう、ありがとうございます、イエーイ。10位じゃん群マニア、10位ありがとうございます。9位ケンケン群マニア、祝誕生日、あ餃子アバターだ、いいね餃子、ありがとうございます。9位、8位ひろのり、あと群マニア、さらなる活躍の一年になりますように、ありがとう、頑張ります、ありがとうございます。7位りょう幕張の群マニア、群マニアすごくない、えすごいと思うよ、本当になんか本当にありがとうございます、本当に嬉しい、群マニアって名前作ってよかったな、ありがとうございます。6位三角おむすび群マニア、ありがとう、ありがとうございます。5位ユアン台湾群マニア、ありがとう。5位ありがとうございます。4位幼いクリーニング群マニア24、おめえ24、ありありで合ってんのかな、おめの開始は、ありがとうございます。3位カズミン群マニア、優しいマリアに乾杯、みんなが優しいからです、ありがとう、ありがとうございます。3位そして2位ソウスケ、ろうそくの数に比例してたくさん夢を叶えていってね、確かにろうそくの数ってことは24つ、多いね、頑張ります、ありがとう、ありがとうございます。2位そして1位は47の素敵なロマヒコ、がっちり群マニア合点、ありがとうございます。1位ありがとう、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。そうさっきも言ったけど群マニアすごくないっていう感じで、なんか群マニアっていう名前を作ってから、そのなんだろうね、わかんない、私が思ってるだけかもしれないけど、みんなでより一緒に何かなんだろう、頑張ろうじゃないけど、一緒に楽しいとか頑張ろうとかをみんなで共有できてるような気がしてきてて、でその群マニアが増えたらいいなっていうのをずっと思ってたんだけど、増えてる気がするし、まあ群マニアっていうくくり、群マニアって言いたくないとか、群マニアじゃないかもしれないとかちょっと言いづらいみたいな人もいると思うんですけど、そういう人も含めてなんかとにかく応援してくれる方が増えたなって思ってます。まだまだそんな仲間が増えるように、皆さんとね嬉しいとか楽しいをいっぱい共有できるように頑張れるような年にしたいと思ってます。でもとにかく本当にいつもありがとうございます。もう皆さんの優しさに助けられて、甘えながら毎日楽しくお仕事頑張ることができてますので、これからもよろしくお願いします。ごめんなさい、夜遅くまでやっちゃって、明日っていうか今日かの夜とかも配信しようと思ってるので、その時も見に来てくれたら嬉しいです。では終わります。
ツイッターまだ見てないよって人は見てください。いいねとかリツイートとかコメント待ってます。バイバイ、おやすみなさい。おやすみ、ありがとう遅くまで。バイバーイ。バイバイ、切ります。